はい、シブルシアです。今回は宝登山神社にやってきました。七部三社のうちの一社に数えられる神社になります。この動画内では七部神社に続いて二社目の紹介になりますね。七部4分8秒七部をテーマにした YouTube です。行ってみましょう。秩父空を見上げいつでもこの街を思うよ。素直になれるよふるさと秩父。こちらの宝登山神社は西暦110年に創建されたと伝えられています。約1900年前か。こちらが本殿になります。この荘厳な佇まい、うわぁ、かっこいいなぁ。そうそう、名前の由来ですが、こちらにも書いてあるように、大和武尊の命がこの宝登山を登山途中、山火事に遭遇した時、神剣が現れ、火を消し止めお助けしたことから宝登山と表し、後に今の宝登山と改めたそうです。こちらは大和武尊の命が宝登山に登る前に身をお清めになった別名玉の泉。この透き通った泉をじっと見ていると心が清らかになるというか、無心になってくるというか、ちょっと不思議な感覚になるんです。ぜひ試してほしいです。このように本殿には中国に昔から伝わる二重四孔も描かれています。それにしてもすごい彫刻ですよね。本殿からさらに奥の方に行ってみましょう。宝玉稲荷神社です。なくし物があるときにお参りすると戻ってくるご利益があるそうですよ。じゃん、御朱印もらいました。いかがでしたでしょうか。1900年前からあるこの歴史ある神社、もう圧倒されましたね。そしてこの後はロープウェイに乗って
して宝登山に登ってみたいと思います。そこにはなんとあるものがあるので、次週楽しみにしててください。それではシブル深夜目指せ観光大使、次回も頑張んべ、またね。イン宝登山神社。